永遠の夫は、ヒョードル・ドストエフスキーの中編小説で、1870年、赤月の1月号、2月号に発表された。ドストエフスキーは、1868年には、ロシア放置氏1月号から12月号に、白地を連載し、さらに1871年には同じく、ロシア放置氏の1月号から、悪霊の連載を始めている。したがって、 この作品はこの二つの長編の間に書かれていることになる。当時ドストエフスキーはドイツのドレスデンにいて、次女の出産もあり、家庭の財政状況は極度に逼迫していた。そのため彼はこの作品を短期間で書き上げ、当座の生活資金をまかなおうとしたようだ。急場しのぎで仕上げたとはいえ、作品の質はかなり高い。この作品はドストエフスキーが アンナスニートキナとの再婚後、表向きは病気療養。実際は、借金取りや、親族のしがらみから逃れるために、ロシアを離れイタリア、ドイツなどのヨーロッパの都市を転々としていた時期に書かれたものである。この時期ドストエフスキーは、白地、悪霊という二つの有名な長編を書き上げている。しかし、新婚のドストエフスキー家の家系は日の車であった。ドストエフスキーは、 再婚後も、賭博熱が収まらず、おまけに長女に続いて、次女の出産などもあって出費がかさみ、たびたび質屋に駆け込んだり、出版社に原稿料を前借りして、執筆依頼を引き受けたりしている。この作品も、当座の窮場をしのぐためにわずか三ヶ月で書き上げた、ものである。この作品のタイトルである、永遠の夫はロシア語の現代の日本語訳であるが、日本語の 永遠は通常肯定的な意味で使われるので永遠の夫といえば理想的な夫というような意味に取られかねない。しかしこの作品での永遠の夫とルソツキきはむしろそうした肯定的なイメージとはほど遠い。作品の中の表現を用いればただただ夫であることに終始しそれ以上の何者でもなく自分のサイクのお供えものであり太陽が輝かずにはいられないように 妻に不定をされずには済まない。それでいて当人はこのことを全く知らないというような、滑稽極まりないと言ってもいい存在だ。確かに妻にとっては、都合のいい夫であり、ある意味、理想的な夫であるのかもしれないが、日本語の永遠の夫というイメージにそぐわないのも確かだ。役者である、ちぐさ剣士は、永遠を意味するは、万年雪や万年筆などにも使われるし、 または、亭主とも訳されるので、万年亭主くらいが適当なのかもしれない、と、新潮文庫版の解説で述べている。ただし主人公トルソツキーは、決してボンクラで善良という男ではない。妻の尻には、叱れるが、叱れ話でただ黙っているわけではない。寝取った男への恨みと、それなりの意地は持っているのである。トルソツキーの妻が産んだ娘リーザは、 ベリッチャーニノフとの間にできた子であったが、トルソツキーはそれを知っても妻が亡くなるまでは彼女を自分の娘のように愛していた。しかし、妻が亡くなると,とともに、娘への虐待とその父親、ベリッチャーニノフに対する復讐劇が始まるのである。結局、トルソツキーのナイフは、ベリッチャーニノフの左手に傷を負わせるだけで終わるであるが、ここでは、中途半端にしか目的を達せられず、 いざという時に、腰くだけで終わる滑稽で昇進な男の愛観と、悲劇が描かれている。ところで、この作品のタイトルは、永遠の夫であるが、その永遠の夫トルソツキーは、主役というよりはむしろ、脇役と言ってもよく、作品の中ではどちらかといえば、ベルチャーニノフを中心に話が進んでいく。チグサケン氏は、ドストエフスキーは、 自分の分身たるベリチャーニノフを登場させることによって、この作品に自伝的色彩を添えたかったのではないかと、新潮文庫版永遠の夫解説で述べている。また、小沼文彦氏も地球諸房版全集の役者、後書きで永遠の夫に、賭博者と同じように自伝的要素が含まれていることも、見逃せない事実であると述べている。その裏付けとして挙げられるのが、 二番目の妻、アンナの次のような言葉である。すなわち、この作品は、自伝的意味を持っている。ベリチャーニノフにも、ヒョードルミハイロビッチ自身の性格が認められるが、例えば、別荘生活にやってきて彼が思いつく、いろいろな遊びの描写などがそうだこのように、ベリチャーニノフに、作者、ドストエフスキーの姿を重ねる見方もあるが、他方で、トルソツキーにこそ、 作者、ドストエフスキーの姿が投影されているという見方もある。例えば、中村健之介氏はその著、永遠のドストエフスキーにおいて、妻の死後ほどなく娘のような年齢の15歳の少女に求婚した、トルソツキーの少女好みは、死せる生に陥った男の、生ける生への復帰願望なのであると述べ、まさに、ドストエフスキー自身が経験した、アンナや、 スースロワという年下の女性への恋愛劇にも、明らかに、ドストエフスキーの、これと同じ願望が見て取れると述べている。さらに言えば、寝取られ亭主とルソツキーの姿こそ、最初の妻、マリアの夫ドストエフスキーそのものであると述べたのは、ドストエフスキーの実の娘ルボーフィである。ルボーフィは後に作家となり、晩年に、エーメドストエフスキーの名で、ドストエフスキー伝を表している。 その中で彼女は、最初の妻マリアには、ドストエフスキーの他に丈夫がいて、結婚式の前日、マーリア・ドミートリー・エブナは、グズネッツについてから見つけて、長い間密かに愛していた丈夫、いやらしい、つまらぬ教師のところで夜を過ごしたのだったと述べている。しかも、マリアとこの丈夫との関係は、ドストエフスキーとの結婚後も続いていたのだが、ドストエフスキーは、 マリア・ドミートリー・エブナを先進彼のためにことごとくしてくれる大切な女だと考えていたので、奴が自分の連敵かもしれないなどという考えは彼の頭をかすめさえしなかったと。しかしその後、マリアの肺病が悪化し、その丈夫にも逃げられ、見捨てられた彼女は夫に問うたり散らした。あげく、彼女は何もかも白状して、若い教師に対する愛をとことん最大漏らさず、 喋ったのであると述べている。その上で彼女は彼はその後になって書いた小説永遠の夫の中へ欺かれた夫としての憤りをすっかり叩き込んだと書いているのである。この A メのドストエフスキー伝については事実誤人も多く、上記の点についても裏付けとなる資料は明らかにされていない。ドストエフスキーの最初の結婚生活の詳細を知る。 手がかりとなったであろうマリア宛のドストエフスキーの手紙は結婚前のわずか一通しか残されていないため夫婦の間にどのような確執があったのかを探ることは難しい。いずれにしてもドストエフスキーは戦災マリアをめぐって当時ニコライ・ベルグーノフという24歳の教師と奇妙な三角関係に陥った末に どうにか結婚にこぎつけたことは事実であり、またその結婚生活は必ずしも幸福とは言えず、むしろ不幸になればなるほどますます強く二人は互いに愛着を感じるようになったというねじれたものであった。ドストエフスキーに隠れて結婚後も若い教師とマリアの密通が続いていたのかどうかは定かではないが、ただ娘のエイメが父親の繊細マリアを このような女性と考えていたことは確かである。この最初の不幸な結婚生活が、ドストエフスキーの内面にも少なからぬ影響を与え、その後のドストエフスキーの多く作品にも影を落としている。なお、この作品が発表されてから4年後のことであるが、妻アンナに宛てた手紙の末尾で、ドストエフスキーが、お前の永遠の夫と署名しているのを読んだアンナは、あなたが書いた、 お前の永遠の夫という言葉はとっても嫌です。どうしてあなたが永遠の夫なんですかあなたは私の懐かしい夫で未来英語の夫ですが永遠の夫なんかじゃありません。と書き送っている。このドストエフスキーの手紙は家族から一人離れて温泉療養に来ていたドイツのエムスという町から出されたもので彼はその中で 妻アンナへの狂おしいばかりの愛情を率直に綴っている。そこからお前の永遠の夫という表現が素直に出てきたのだと思われるが、もちろんアンナは永遠の夫がドストエフスキーの作品の主人公トルソツキーを意味し、それが女房の尻に敷かれる万年寝取られ帝主であるということを十分承知していたので、自分は帝主を尻に敷くような女ではないし、 不定を働くような女でもないと伝えたかったのであろう。ベリチャーニノフは39歳の劣気とした上流社会の男で外見的には若々しく見えたが精神的にはかなりの衰弱が始まっていた。若かかりし頃の様々な挫折や恥辱が突然、蘇り彼の精神を圧迫することも多かった。中でも9年前にある町で人妻に子供を産ませ、 そのまま別れてしまったことは、彼の中で心の痛みとなっていた。そんな時期に彼は突然、その夫であったトルソーツキーの来訪を受け、彼の妻ナターリーやバシリーエブナが3ヶ月ほど前に亡くなったことを知らされる。トルソーツキーは、人角の役人で、両艦運動のためペテルブルグに来ていたのだが、後日、ベリチャーニノフが彼の宿泊先を訪ねると、9歳になるという娘。 リーザを紹介される。どうやらその娘は、父親から虐待を受けているようだった。ベリチャーニノフは、トルソーツキーの言動からその娘が自分と彼の妻と、間にできた子供に間違いないことを確信する。トルソーツキーという男は、ベリチャーニノフから見れば、ただただ夫であるということに終始し、妻の飾り物以上にはなろうとしない、いわゆる永遠の夫であったが、 この9年の間に確かに何かが変わっていた。ベリーチャーニノフは、このまま娘を彼の元に置いておいては、危険なので職場探しの間だけでもと、半ば強引にリーザを自分の知り合いのところに引き取った。しかし、引き取って、しばらくしてリーザは病に倒れる。ベリーチャーニノフは、トルソーツキーを探し出し、娘が既得だと伝えるが、結局、トルソーツキーは、娘の前に現れず、 娘はそのまま亡くなってしまう。リーザの葬式が済み、1ヶ月も経たない頃、ベルチャーニノフは、リーザの墓の近くで、偶然、トルソーツキーと会う。彼は、間もなく結婚するという。彼の結婚相手というのは15歳の娘で、どうやら親は、結婚を承諾したようだが、娘の方は全くその気はないようだった。しかもボーイフレンドもいるらしい。 トルソーツキーに懇願されて、結婚相手の実家をベリチャーニノフも一緒に訪ねることになるのだが、それは帰って逆効果で、結局、トルソーツキーはほどなくして、あなたにはすぐにでも私とここから帰ってもらわなくてはと、言い出す始末だった。その後、娘のボーイフレンドが、ベリチャーニノフの家にいたトルソーツキーを訪ねてきて、二人は、愛し合っているのだから、年寄りが変な邪魔をしないでほしい、と、 トルソーツキーに迫る。もちろん、トルソーツキーは、拒絶したが、ボーイフレンドは、結局あなたが、最後は諦めざるを得ないことになりますよ、と言って帰っていった。トルソーツキーは、明日にでも実家に行って、あんな小僧っ子の言うことなんか叩き潰してやる、と行きまいた。その夜、トルソーツキーは、ベリチャーニノフの家に泊まっていったが、夜中に、突然、ベリチャーニノフは、 ナイフのようなもので切りつけられた。かろうじて相手を組み押さえたが、左手に傷を負った。ベリチャーニノフはどうにか、トルソーツキーを鍵のかかった部屋に閉じ込めたが、自分は彼に殺されかけた。しかし彼は、その直前まで自分を殺そうとは思ってもいなかったに、違いない、と確信した。翌朝、トルソーツキーをそのまま返した。ベリチャーニノフは何かが吹っ切れたようだった。 しかし、やがて彼は、トルソーツキーが首をつるのではないかと心配になり、トルソーツキーのところへ向かおうと通りに出たが、そこで、あのボーイフレンドと出くわした。その青年が言うには、トルソーツキーは、もう汽車に乗って、街を出たという。青年は、トルソーツキーと酒を飲み、散々彼から、あなたのこと聞かされ、あなたへの手紙を預かってきたと言って、手紙を差し出した。その手紙は、 彼の妻が書いた手紙だった。ベリチャーニーノフのところに届いた手紙とは別のもので別れの手紙だったが、その中で彼女はいつか子供を引き渡す機会を見つけようと書いていた。結局、この手紙は出されず別の手紙をよこしたのだった。それから丸2年が過ぎ、ベリチャーニーノフは自分が抱えていた訴訟にも勝ち、大金を手に入れた。 そして人が変わったように精神的にもすっかり立ち直り、元気になった。その日は友人に会うために汽車に乗って、オデッサに向かうところだったが、途中の駅で彼は再びトルソーツキーの姿を目にすることになる。ベリーチャーニノフは、汽車の待ち時間にたまたまホームで起こったトラブルに介入し、夫人とその親戚と見られる連れの若い将校を助けたのだが、 その夫人がトルソーツキーの妻だったのである。トルソーツキーがちょうど用を足しに行っている間に起こったトラブルだったため、彼が戻ってくると夫人はトルソーツキーに食ってかかった。弁解するトルソーツキー、他方夫人から丁重に礼儀を言われ、自定への招待を受けるベリチャーニノフ。ベリチャーニノフは夫人の招待を喜んで受け入れると返事をしたが、もちろんそれは社交事例だった。 しかしトルソーツキーは真に受けて、まさか本当に家に来るのですか、と、ベリーチャーニノフに青くなってと言っただす。ベリーチャーニノフは、意地悪く、あなたが私を殺そうとなさった話でも死に、行きましょうかと言ったが、もちろんそれは冗談だった。ベリーチャーニノフは、伺いませんよと言って、手のひらに傷のある左手をトルソーツキーに差し出しながら握手を求め、 手を引っ込めようとしたトルソーツキーに向かって、私が手を差し出しているんですから、あなただって手を握ったらいいじゃないですか、と叫んだ。トルソーツキーは、リーザのことはと、口の中でもぐもぐいい、唇を震わせ、涙を見せた。そして動き始めた汽車に何とか飛び乗りトルソーツキーは、去っていった。身長分固築酒見役、永遠の夫、アンナドストエフスカや。 改装のドストエフスキー、外国放浪8、流墓地下の誕生、松下博役、ちくま房第2章、治らない、心配性1926年、法役は、赤木書房著者、A メドストエフスキー高見博之役9、ドストエフスキーの最初の結婚新調者版、ドストエフスキー全集、第23巻、木村博役、妻あんなとの往復書館役社会大、小沼文彦役、 ドストエフスキー全州地区書処方版第15巻に収められた同書館について、小沼氏は役中一で、なお55年から56年にかけて、マーリアとドストエフスキーの間には無数の手紙が取り交わされたはずであるが、現存しているのはこの一通だけであると述べている。 ちくま書房版、ドストエフスキー全集第15巻、ブランゲリアテテ千八1865年3月31日付手紙ちくま書房版、ドストエフスキー全集第15巻、中村健之助著、ドストエフスキーと女性たち一章、妻と恋人講談者新潮社版、ドストエフスキー全集、第23巻、木村博役、妻アンナとの往復書館、 アンナの書簡7874年6月22日付、ありがとうございます。